www.videonews.com。こんにちは。はい、こんにちは。今日は4月22日金曜日です。はい、で第523回目の丸劇トークオンデマンドです。で司会は今日久しぶりなんですけども、私武田徹がすることになりました。で今日は原発の話をね、しようと思っています。はい、で今日は特にね、その経済の話でね、まあ、確かな領域をちょっと広げるために、番組を作ってみたいなというふうに思っています。でゲストをね、ご紹介したいんですけれども、環境経済学、環境エネルギー政策論がご専門の立命館大学国際関係学部教授の大島健一さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。大島さんの、ね、プロフィールはウェブの方で紹介しますけれども、今日は大島さんの、お仕事をまずご紹介するところからね、はい、始めていきたいなというふうに思っています。で 原子力 10.68 円、火力 9.9 円、まあ、水力 7.26 円ということで、国民的に見た場合ですね、原子力というのは、まあ、一番、高いと、実は高いと、高いと。でとりわけですね、見えないコストですね、財政資金というのは、電源別になってるわけでは普通はありませんので、知らない間にですね、まあ、原子力に、まあ、補助金が、まあ、いわば補助金がいってるわけです。そういう意味で他の電源とは著しい違いで、まあ、本当優遇策が取られてきた。で電力会社にとってはそれがあるためにある種安くは見えるわけですね。その必要なコストは全部国が負うわけですから、ですので国民的には高いけれども、まあ、電力会社にとってはその分、補助金を、まあ、もらってるみたいなもんですから、安く見えるというような仕組みがあったわけですが、この再処理でですね、非常に経済的には非常におかしいことが起こっていて、例えば再処理を11兆円かかりますと、これは非常に理想的な条件ですけれども、でさらに MOX 燃料加工に1900億円かかりますと、で12兆円かかりますと、でそこから出てくるプルトニウムの価値、ウランに直した価値ですね、でそれはいつも私は目を疑うんですけれども、9000億円しかないっていうんです。だから12兆かけて9000億の価値をの燃料にしかならないものを作り出していると。でこれはですね、一般の経済活動ではないんですね、明らかに。そうですね。でそれはいわばこれ例え悪いですけれども、ドブに捨てるみたいなもの で市場で買えば9000億円で買えるものをですね、わざわざ12兆円で作り出すわけですから、でさらに厄介な放射性廃棄物も出てきますので、そういう意味ではお金の使い方は本当にこれでいいのかと。でこれはもう電気料金に付加されていて、もうすでに徴収されているお金ですので、多分おそらくこういうことが、たまたま私この時期海外にいたので分からなかったんですけども、国民的な議論を、した上でね、これだけ巨額の、費用を、まあ、積み立てていくっていうことが決まったのかどうかっていうのは私ちょっと疑問に思っていましてですね、でこの際こういう、お金の使い方きちっと、国民的に、まあ後で議論されると思うんですが、議論した上でじゃあ、最初にしようやとか、あとしないでおこうとか、そういう判断が、まあ、必要なんじゃないかなというふうに思っています。